文化振興課のバーです。今年は伊賀市出身で画家や絵本作家など多彩な活躍をされた元永貞正さんの生誕100年という記念の年です。元永さんは1922年大正11年に旧阿山郡上野町現在の伊賀市に生まれました。上野商業学校を卒業し漫画家を志しましたが、同郷の洋画家浜辺萬吉さんと出会い、ラフ画や風景画などを描くようになりました。30歳の時に神戸市に拠点を移し、その後はビニールシートにインクで染めた水を入れて吊るした水の彫刻や煙を使ったパフォーマンスなどユニークな創作活動を行いました。その他、独特の造形感覚が強く現れた版画や陶製オブジェの制作、椅子などのデザイン、また絵本の出版も行うなど幅広い創作活動を続けました。こうした活動により1983年に日本芸術大賞を受賞し、また1988年にフランス政府から芸術文芸シュバリエ賞を贈られるなど、国内だけでなく海外でも高い評価を得ました。さまざまな活躍をされた偉大な芸術家である元永さんを顕彰し、生誕100年を記念して生誕100年元永貞正展一寸先は光り伊賀が生んだ美術の滑稽を開催します。この一寸先は光という言葉は元永さんがいつも口癖のように語っていたそうです。会期は10月1日土曜日から31日月曜日までで、国の史跡である旧崇光堂を会場に開催します。会場時間は午前9時から午後4時30分までです。入場料は1人500円で高校生以下は無料です。なお毎週火曜日は休館となりますのでご注意ください。主に市内のアトリエに所蔵されている元永さんの初期の作品のほか、伊賀市出身の書家榊漠山さんとのコラボレーション作品や伊賀上野城を描いた作品など、伊賀にゆかりのある作品や資料およそ120点を展示します。ぜひお越しいただき、元永さんの作品の魅力に触れてみてください。また関連事業として元永さんの妻である中辻悦子さんの展覧会、中辻悦子と元永悦子、私は悦子を赤池住宅で、長女である元永紅子さんの展覧会、朱と赤と紅から生まれた女の子を入混じり家住宅で開催します。その他の事業とも連携して、多くの人に元永さんの作品に触れていただき、元永さんのふるさとである伊賀市を盛り上げていきたいと考えています。詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化振興課、電話 22-9621、ファックス 22-9619 までお寄せください。以上、生誕100年元永貞正展開催のお知らせでした。